いもののメニューです。ありがとうございます。裏に日本酒入ってます。はい、しなめです。ちょっとお外寒いのであったかい料理からご用意させていただきます。じゃあアギアオの基本的なお出汁ですね、昆布メインでカツはほんのパラッとだけ入れたお出汁に塩を入れて、はい、ふるいと柚子と小かぶ入ってますんでお腹温めてください。ありがとうございます。赤アマダイですね。ちょっと今の時期から出始めるアマダイが、2キロのアマダイが入ってきてるんですけど、はい、脂の乗った美味しいアマダイ。お野菜は紅菜帯ですね。菜の花の仲間です。味付けもめちゃくちゃ美味しいですね。はい、塩を当てて、はい、余分な水分抜いて味を濃くさせて。いや、煽りアオリカの下層で、アオリイカのゲソをさっとだけ湯引きして、中はちょっとレアチックな感じで、はい、焙煎していない白いごま油で、はい、ミョウガと一緒に和えております。火の入れ方とか湯がき方でお酒味変わる、はい、ね、めちゃくちゃ美味しいですね。日本酒、まあ、上和食なんでメインでやってるんですけど、同じお酒を仕入れないっていうルールでやってるんですよ。なくなったらもうまた新しいお酒っていう形で、のどぐろですね。紅ひとみというブランドののどぐろでございます。生で食べて美味しいのどぐろです。焼くとちょっともったいないので、塩蒸しにします。
カ製のカラスミ削らさせていただきます。のどぐろは生でも食べれるんでさっとだけ蒸しました。カラスミの塩分が感じに、のどぐろとよく合います。吟醸の山田西。参加してるんですけど、空気に触れてないとこだけご用意させていただきます。贅沢に周りを剥がしていきます。熟成してるみたいな感じですか。そうですね、熟成させた部位を。九条ネギと、からし酢味噌で鉄板にします。熟成ぶりと九条ネギの鉄板でございます。ですね、ちょっとお野菜食べておいてください。ありがとうございます。マナガツオの味噌漬けですね。もっと大きいのもありますよ。はい、熟成させたデンスケアナゴでございます。させたデンスケアナゴのカツでございます。熟成させると身自体がすごい柔らかくなるんですけど、柔らかくなってパン粉で包んで中が蒸されたようになり、はい、もう中がとろけるような感じ。
ほろほろで美味しいですね。はい。今火止めてたかな。あと5分蒸らします。ありがとうございます。炊き上がったんでご用意させていただきます。ございます。米は丹波の腰にかりです、ね。の中です。京都の南丹市の牛乳を詰めて濃いめのミルクアイス作りました。最初から最後までお魚でなるほど、確かに。ありがとうございました。